こんにちは、ハルランです。今日は桃をたらふく食べたいと思います。さっきね、スーパーに行ったんです。380円2個入り桃が売っててね、すっごく丸々ピンクで美味しそうな桃だったので買ってきてしまいました。旬の桃をたらふく食べようと思います。この桃たちと目が合いました。じゃーん、じゃーん。桃洗います。洗って洗って洗って。で、ここちょっとね、触ると柔らかいんです。もう食べ頃ですよ、きっと。これじゃあ、まずは真ん中に。おー、もうやわやわなのですぐいけそう。いきますよ、せーの。こういう時はもう切り込みを入れます。もうつゆが出ちゃうのが非常にもったいないから。で、多分もう皮が剥ける。おー、いい感じ。こう種を、よし、種に沿うようにこちらもちょっと切って。いやー、これほんと種取るの難しいな。なんか桃の種って取れがいい種と取れが悪い種がある気がしていて、こっちもじゃあこうして手で優しくもぎ取ります。はい、最後半分に切ります。お皿に盛って、さあ、もう食べましょう。むぎくん、動きます。はい、むぎくんが寝ておりました、この椅子に。占領してるじゃんけー。ね、ちょっとむっちゃん、体勢をさ、ぐにゅーっとちょっとこう、そうちょっと遠慮してくれない？そうあー、おいしい。あの、切るのはちょっと熟しがね、進んでたのでちょっと大変だったんですけど、味はもう完璧です。とてつもなく甘い。もう一個食べようかな。ちょっとかけらを食べよう。もう一つ桃があるんですが、これはね、あの、去年かな、インスタで流行ってた桃のアールグレーマリネっていうのを作ってみたいと思います。桃のアールグレーマリネっていうのは、桃を切ってお砂糖をちょこっとまぶすんですって。アールグレーの茶葉を桃に振りかけるんですって。で、そのまま5分くらい置いておく。え、それだけでいいんだ。マスカルポーネチーズと合うんですって。あ、マスカルポーネもね、実は買ってきたんで、マスカルポーネチーズを添えて食べたいと思います。蜂蜜をかけても美味しいらしいです。美味しそう。あー、今回もちょっと熟してるから難しいかな。いけ、あ、来た。今回は結構成功。まずはこうかな。よいしょ、筋を入れて種との接着を剥がしつつ、よし、来た。最後は種をきちんと剥がして、はい、手で皮を剥いていきます。桃を器に入れて、さっきの桃も2つほど足します。そしたら、この桃にお砂糖小さじ1杯ぐらいって書いてあったので、まあ、多分完熟の桃だからちょっと少なめに振っときます。本当にざっくりお砂糖を絡めて、アールグレーの茶葉を入れます。振りかけます。わー、面白い。よし、マスカルポーネです。これね、ちょうどマスカルポーネを買おうと思ったら、なんと何パーセントオフ、 20% オフだったの。ラッキーと思って。今日はついております。マスカルポーネを開けて、ちょっと練って柔らかくしておきます。いきますよ。よいしょ。うわー、美味しそうすぎる。横っちょがいいかしらね。こんな感じに、なんとおしゃれすぎる。はい、桃のアールグレーマリネの完成です。じゃん。
黒っぽいお皿の方が良かったか。メッカ、いただきます。今まで食べた食べ物の中でも本当に感動するレベルで美味しいです。結構おしゃれな料理って実はそこまでまあまあ美味しいけど、まあ、映えるよねみたいなのも多いと思うんですけど、もうそういうタグじゃないです。桃の果肉も食べながら桃ジュース飲んでますよみたいな、そういう感覚です。でそこに紅茶の風味がふわっとくるんですよね。こうあんまり紅茶が主張しすぎてないんですけど、大人の味にしてくれて、チーズでこうちょっとクリーミーで、この夏ほんと桃買ったら作りたくなっちゃいそう。急にデザート感増しますよ。ほっぺが落ちる、落ちないけどほっぺが落ちるってこういうことってくらい私はものすごく今幸せを感じております。大好きな桃をこんなにたらふく食べれるなんて。皆さんも桃食べたくなったんじゃないですか。ぜひぜひね、帰り道とかに買って帰ってください。桃桃桃ってこの動画で少しでも美味しそう、桃が食べたいよと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。キャンの黒板じゃん、幸せのフルーツ桃。私さっきすごいアルグレついてませんでした。今さっき確認したら鏡で、もうたこ焼き食べた後の青のりの大事件のような感じでアールグレイがグーってついてたんで、本当に申し訳ない。これは危険、青のり以上に危険です。またね。